はい、本日あの八王子営業所でいろいろ玄関をきれいにしようという作戦で、所長のあこれあれ売り物じゃないのこれ全部修正しました。なんだ死んで山本桃黒山これからですね徐々にちょっと育てて、ただあんまり野菜育てすぎるとハンダー主任が嫌がるのでね、ちょっとあのガーデニングと野菜を育てるというね、ちょっといろいろ買ってきました。ね、で花は黒崎さんがどういう風にね、こう飾るかと。ね、あの映えするね、インスタ映えするよね、映えするねものとかありますんでね、こうねいいっすね、ちょっと楽しみに、どういう風に植えるか。プチトマトがもうなんか緑の、ね、プチトマトができてるんですかって、ね、僕一番簡単かもしれない。拾ってきてね、こんなことをする格好じゃないですよね、うん、そうですね、現代的に、石を拾ってきております。これでキュウリの浅さ食べれるね、皆さん食べ物に興味を持ったらとりあえず先にパキラの植え替え、前所長の、残していったパキラを、これ木下も買ったんじゃねえんだね、ちょっとやっていきます。はい、じゃあね赤なんだっけ、赤土じゃ なんだっけあの玉忘れちゃった、さっき出てきて忘れてた、下の石みたいなやつ、そこによくほら、ここ、うん、軽土か、 軽石かね、軽石を普通は入れるんですけど、現代的に石を入れます。現代じゃないな、もう入れちゃうの、え、何入れるの、だって植え替えるんでしょ、植え替えるけどさ、ちょっと深くないよ、いや大丈夫だ、うん、先に土取っちゃわないと、そうだよ、あの先に、そうよほら、いいの道でしたよ、これ軽石みたいなの、ほらほらあるじゃん、普通はこれなんだよな、それも引いときなよ、それもだって あれだよ、あの一応多少の栄養にはなるんだよ、根腐れ防止、根腐れ防止だから、うん、なんだそれ、普通の土かい、すごいね、ただ普通の土入れてるんだけどな、よくパキラさすがに育つ ねさあ、クロちゃん、それを取ってどうするのか、さあ、あのパキラだけ自然に伸びていくね、すごい、ただなんかどんどん葉っぱが取れていっちゃってね、ハゲハゲになってるの、そのまま土入れない方がいいと思うんだけど、俺新しいなんかこう、うん、あ、そう、全部取って俺、これ花と野菜、どっかこの位置でもいいと思うよ、売ってるから、そう、あの靴底じゃないよ、靴底厚底でもないよ、鉢底厚底でも靴底でもないよ。厚底ね。うん、あ、お疲れ様です。クロちゃんできるじゃん。それでいいんだよ。園芸部の会長が園芸部の会長。園芸部会長。会長ちょっといいの。え、違うじゃん。飼育係。これもう一杯ぐらい。うん、もう一杯ぐらい。ちょっと軽く押すぐらいでね、で水あげて終わり、うん、何やさん、これほら正直でかいんだよね、うん、お、偉い、ちゃんと、これも土は取ってもいいんですか、それともそのままの土を入れて、ちょパラパラって出して、でやっぱりこれにはこれだけの栄養しか入ってないから、
お、えらいね、ちゃんとポットのまま一応飾り付けをとりあえずな、あ、びっくりした、いきなし植えるのかと思っちゃったまさかちょっと配置を考え、配置をね、一応クロちゃんに高さを考えた方がいいよって言ったんだけどあ、ほら、土が入るからこれもうちょっとこう高くなるから、ね、そうそうそうこういう高さね、ちょっとどうしようかな、多分全部ポット入んないから、うん、どちらも一個のポットの方に何個か残しておかないんだろう、レイアウトこんな感じ、レイアウトこんな感じねレイアウトこんな感じでちょっと行ってみましょうかね、行ってみましょうか、行ってみましょう、チャン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 、ちょっとね、うん、ちょっとね、おおお、綺麗になったな、で方向が多分向けてくると、あの勝手に太陽の方向いてくるから、うん、あ、そっか、まあ、ひまわりじゃねえけど、ある程度位置変わってくるから、ね、あ、手慣れたね、クロちゃん、だいぶ手つきが、だいぶ手つきが、うん、手つきが良くなってたね、うん、あ、これ二鉢もあれば綺麗だよ、うん、ね、こっちが低いんで、低くていいんだよ、うん、前は低くするんでしょ、そうそうそう、うん、後ろがね、後ろが高くするんでしょ、いいじゃん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 、はい、いいじゃん、いいじゃん、お、いいね、センスがあるね、いい感じ、いい感じ、これが、うん、これで綺麗に花咲いていくと、真ん中が花咲くと綺麗だね、いっぱいつぶみありしてるから、ね、これからだね、これもあの紫色のも開いてるからね、もういいんじゃないの、お水帯だね、いいね、いいね、あと一ポットやりたいね、今度ね、買ってきてね、ね、ちょっとその一ポットだけちょっと置いといて、あと今度はあれだよ、農家に、農家さん農家にならなきゃダメだよ、そう、次農家、次農家、そう、農家、野菜、野菜は入れるの違うからね、うん、土が違うからね、そうだ、うん、一応腐葉土、腐葉土だ、あの今向き納得いかなかったですね完全今向きになった、ピンク前の子やからね、ピンクだよね、森ちゃんはあの後ろの、後ろのこの花の種類の札でまっすぐにしようとしたけど、まっすぐはここだぞと、ピンクが真ん中だぞと、そういうことですね、そういうことですか、わかりました